イエーイ、オリンズのボルテージでした。やだ、あの子うまいわ。顔も結構かわいいし、ファンになっちゃうかも。すごいぞ、思い通りに声が出る。今ならどんな歌でも歌える。さあお次はよいよ俺のオリジナルな歌を聴いてくれ。あらどうしたのかしら。もう終わりみたいね。行こう。うん。なんでだ、声が出ない。さっきまで歌えたのに。私の車の前で待たないでください。よし、歌える。それじゃあ、やっぱりダメだ、歌えない。俺の歌が歌えない。なんだよこれ、こんなの意味ないじゃねえか。俺は自分の歌が、俺のロックが歌いてえのに。結局どうにもできないのかよ俺には。俺の歌じゃ。いた、ハスコ、リッキー。暗黒の視察者ハンニバルだ。宿主の望みの力を与えるが、本当の望みは奪う。俺の歌、俺の歌。返せ、俺の歌、俺の歌。リッキー、不憫な姿になりおって。エイジ、エミリー、ひっぺがすぞ、戦闘準備だ。大丈夫だ、問題ない。その辺はきっちり考えてある。 As war starts, the star from muted and long one infinite end。 イデオ、イデアの壁。プロトマジックの一つだ。我々の周辺を別の空間に落とし込む。バインドも含め、今の我々は他の人間からは認識できない。そういうことだ。マリは危険だから下がっていろ。気をつけてね。早くアスト君を救いましょう。なります。
共に戦おう。負けません。行くぞ。行くぞ。オーバー。強くなったかな。力を得た。行くぞ。どう攻めるか。行くぞ。行くぞ。くらえ。
行くぞ。スターリーフレア。しよろしゅう。被害が出なくてよかったです。俺は一体何をしてたんだ。お、引き剥がしの衝撃で気を失わないとは大した精神力だ。大丈夫、リッキー。獅子岡エイジ、リディアムに先生、一体俺はどうしちまってたんだ。お前もマリもバインドに取り憑かれてたんだ。バインド？バインドは力を与えると同時に呪いを与える。思い当たる節があるだろう。そうか、力。歌が上手くなったのはそのせいだったんだな。クソ。リッキーは夜後世で会った人のこと覚えてる？あいつが私たちにバインドを取り付かせたんだよ。あいつ、てっきり夢と思ってたけど。なあ、バインドってのは一体何なんだ。この町に一体何が起きてるんだ。平たく言えば外の世界から来た魔人だ。私はバインドを封印するためこの町に来た。そうか、カイトスのこともそのバインドが。そして俺らみたいにタガ外されて暴れるやつが他にもいるってわけか。そういうことだが、もう心配はいらない。お前たちは記憶を消されて元の生活に戻る。あとは我々に任せて。なあ、エイジと先生はバインドと戦ってるんだろう。俺にはそういうの無理なのか。どういうことだ。俺も封印を手伝いたいんだ。できることなら何でもする。頼む。アストン君、何を言ってるんですか。なぜだ、日常に戻れるんだぞ。それにこの件、お前には直接関係ないことだ。関係ない。俺はもう巻き込まれてるんだ。このまま放っておくなんて俺の主義じゃねえ。それに誰かに任せて逃げるなんて
もうごめんなんだ。リリー、私もリッキーと同じ、一緒に戦いたい。何を言ってるんですか、あなたたち。ミスミス、そんな危険に飛び込むような真似。すまね、先生の気持ちもわかるけど、けじめをつけたいんだ。私もリッキーと同じです。リリー、私たちじゃダメかな。冒険者見習いじゃ戦力にはならない。お前たちについていたフルングニル、ハンニバルは共に強力なバインドだ。バインド付きの力の差は本人の力以上にバインドの質によって決まる。そしてバインドは誰にでもつくのではなく、相性の良い対象を選ぶ。バインドの力を持って戦えば、お前たちは貴重な戦力になる。それじゃあ、私にしてみれば単純に戦力が増えるのは喜ばしいことだが、安全の保証はしない。それでもいいのか。もちろん、泣き言は言わねえ。私も大丈夫。そんな、エイジ君、止めてください。おじけづいたらいつでも抜けていいからな。ねえよ、絶対頑張るよ。私、先生もカイ君もよろしくお願いします。うむ、後日詳しい話をする。気が進みませんけど仕方ないですね。なんだあの力。それに周りの人間はどうして平然としている。見えないのか。すごい。あの力が僕にもあれば。あの力はバインドによって与えられたんだ。バインドという外界から来た魔人の力さ。見えないのはイデアの壁のせいだ。今君に見えているのは私のおかげなんだよ。バインド、イデアの壁。僕を呼び出したのはお前か。これを見せるために。そうだレイ・ビーデック、君が失った正義を救うため私はここに君を呼んだ。暴力によってねじ曲げられた自分に絶望し、正義を行うことに怯えている。なあ、それは決して君の正義が間違っていたのではない。君に正義を行うだけの力が足りなかっただけだ。正義、でもそれが事実だ。どうしようもない。どうしようもあるんだよレイ・ビーデック。君はバインドの適合者だ。バインド、僕があの力の。そうだ、君に彼らと同じ、いや彼らをしのぐバインドを授けよう。その力を持って正義を行うがいい。さあ前。でもいいのか。
己を失ったまま生ける屍のように生きるのか。わかった。そうだ、さあ受け入れるがいい。どうだ、感じるか、バインドの存在を。はあ、わかるよ。僕が求めていた正義の力だ。バインドの名はジェダ、鎌持つハンバの処刑者だ。ジェダ、そうか、よろしくジェダ。その力で君は正義を行い、そうすればバインドはより強力になる。言われなくたって僕は取り戻したんだ、正義と、それを貫く力を。期待しているよレイ。今はこれで、今は種をまく時期だ。最後に摘み取るために。